ルーク・ポール・ホーア賞は、イングランド・ロンドン出身のサッカー選手。マンチェスター・ユナイテッド FC 所属。イングランド代表。ポジションはディフェンダー。サウサンプトンのユース出身の選手であり、2012年1月にトップチームデビューを飾り、その年の5月に初めてプロ契約を結び、以降2シーズンにわたりレギュラーを務めた。2014年、その10年前に、 ウェイン・ルーニーに対して支払われた遺跡金額を更新し、10代の選手としては、史上最高額となる遺跡金3000万ポンドで、マンチェスター・ユナイテッドへ遺跡が決定した。2014年3月5日に行われた、デンマーク代表との親善試合で A 代表デビューを果たし、同年に開催された 2014FIFA ワールドカップのメンバーに選出された。昭は、 キングストンアポンテムズ王立特別区で生まれ、サリー州のハーシャムにあるライデンズエンタープライズスクールで学んだ。チェルシーのサポーターとして育ち、チェルシーでプレーすることを目標としていた。8歳の時には、ギルフォードにあるチェルシーのディベロップメントセンターでプレーしていたが、ユースチーム加入のオファーを受けることはなかった。サウサンプトンでプレーする小8歳の時に、 サウサンプトンのユースチームに加入し、15歳の時には U-18 のチームでレギュラーとしてプレーするようになった。2011年9月に初めてトップチームに招集され、リーグカップのプレストンロースエンド戦のメンバーに選ばれ、34番の背番号を与えられたが、出場機会は得られなかった。2012年1月の遺跡史上において、 クラブは16歳のショーに400万ポンドの評価額をつけ、アーセナル、チェルシー、マンチェスターシティが興味を示しているとの報道がなされたが、サウサンプトンはすぐに反応を示し、当時監督を務めていたナイジェル・アドキンスは、ルークショーは我々の将来の計画において大きなウェイトを占めており、クラブはその他の若手選手についても移籍させるつもりはない。と話した。 2012年1月28日、FA カップのミルウォール戦の残り13分で、ジェイソン・パンチョンと交代出場し、トップチームデビューを果たすと、プレミアリーグ昇格を決めていた2012年5月に、ジャック・スティーブンス、カラム・チャンバース、ジェームズ・ウォード・プラウズの3人のユース出身選手と、共に、プロ契約の提示を受けた。2012から13シーズン2012年8月に、 行われたリーグカップのスティーブ・ネイジ戦で初めてスターティングメンバーとして出場し、チームも4から1で勝利を挙げた。11月10日に行われ、1から1で引き分けたスウォンジーシティ戦では、サウサンプトンのクラブ史上最も若い年齢で、プレミアリーグの試合にスターティングメンバーとして出場した。章はレギュラーポジションをつかみ、 アドキンス監督の最後の試合となった2013年1月16日のチェルシー戦では2から2の引き分けに持ち込むチームの2ゴール目をアシストした。3月9日に行われた乗り知識戦ではグラントホルトを倒しアディショナルタイムに相手チームにペナルティキックを与えてしまったがアルトゥール・ボルツのセーブにより最終的に0から0の引き分けに終わった。プロ1年目のシーズンは プレミアリーグでは25試合に出場し、全公式戦に合わせて28試合に出場した。2013から14シーズン2013年6月12日の18歳の誕生日にクラブと新たに5年間の契約を結び、7月20日に行われ8から0で勝利したパラモス戦でプレシーズンマッチ唯一となるゴールを挙げた。 2013から14シーズンの開幕戦となったウエストブロムビッチアルビオン戦では89分にユースフ・ムルンブに倒されペナルティキックを獲得しキッカーを務めたリッキー・ランバートはペナルティキックを成功したこともありチームの1から0の勝利に貢献した2014年4月18日にはピーフ年間最優秀若手選手賞候補の一人に 選ばれ、同賞の受賞は叶わなかったが、PF 年間ベストイレブンを受賞した。2014年6月27日、賞はマンチェスターユナイテッドと1年の延長オプションのついた4年間の契約を結んだ。移籍金額は公表されていないが3000万ポンドと見られており、10代の選手に支払われた移籍金としては、サッカー史上最高の金額となった。 チェルシーも興味をしていたが、選手側が求める高額な給料がチームの輪を乱すことを懸念し、獲得競争から手を引くことになった。2014から15シーズンアメリカで行っていたプレシーズンツアー中に行われたロサンゼルスギャラクシー戦でマンチェスターユナイテッドデビューを果たしたが、ハムストリングを負傷してしまい、シーズン開幕から1ヶ月間チームを離れることになった。 リーグ4戦目となった9月14日に行われたクイーンズパークレンジャーズ戦のメンバーに選ばれたが出場機会は与えられなかった。続くレスターシティ戦でも出場機会は得られず公式戦デビューは9月27日に行われ2から1で勝利したウエストハムユナイテッドまで待たなければならなかった。10月にはヨーロッパでプレーする若手選手を表彰する。 ゴールデンボーイ賞の候補に選出された。2015年2月8日に行われ、1から1で引き分けたウエストハムユナイテッド戦では、イエローカードを2枚提示され退場処分を受けた。4月18日に行われた、チェルシー戦では、怪我をしたダレー・ブリントに代わり3月9日以来となる、スターティングメンバー復帰を果たし、チームは0から1で敗れたが、キャプテンであるウェイン・ルーニーは、 ショーのパフォーマンスを称賛した。2015から16シーズン開幕からリーグ戦のすべての試合にスターティングメンバーとして出場していたが、2015年9月15日に行われた UEFA チャンピオンズリーグのグループリーグ初戦の PSV アイントホーフェン戦で、エクトルモレノのスライディングタックルを受け右足を複合骨折し、復帰まで9ヶ月以上を要する見込みとなった。 2017から18シーズンこのシーズンは、ジョゼ・モーリーニョがアシュリー・ヤングを好んで起用したことから、出場機会が激減。追い打ちをかけるようにモーリーニョが、ショーのパフォーマンスを批判したことで、監督との確執があらわとなった。対談も囁かれたが結局残留した。2018から19シーズン昨シーズン同様、厳しいシーズンになると予想されていたが、 開幕戦のレスターシティ FC 戦でスタメンに抜擢されると決勝団の主君を挙げる。選手が選ぶこのシーズンのクラブ最優秀選手賞を受賞。2011年に U-16 のイングランド代表に招集され通算6試合に出場した。2月に行われたスロベニア代表戦でデビューを飾り、4月に行われたモンテ牛国際大会のメンバーに選ばれ、 本大会のウルグアイ代表戦で初ゴールを挙げた。8月に行われたイタリア代表戦に出場し、U-17 代表デビューを果たすと、その後7ヶ月で通算8試合に出場した。2013年1月、監督を務めていたスチュアート・ピアースは、結出した才能であると翌月に行われる。 スウェーデン代表戦に向けた U-21 代表メンバーへ初めて賞を召集したが練習中に負傷したため試合に出場することはできなかった。同様の理由で3月21日のルーマニア代表戦、3月25日のオーストリア代表戦、8月13日のスコットランド代表戦、 UEFAU-21 欧州選手権2013に向けた代表メンバーに選ばれたが、結局出場することは叶なわなかった。U-21 代表でのデビューは9月5日に行われた UEFAU-21 欧州選手権2015予選のモルドバ代表戦となり、9月9日に行われたフィンランド代表と2戦続けてフル出場を果たした。 2014年2月27日、デンマーク代表との親善試合に向けた A 代表のメンバーに招集された。その試合では、アシュリー・コールと交代で後半から出場し、チームも1から0で勝利を挙げた。2014年5月12日、ロイ・ホジソンは 2014FIFA ワールドカップに臨む23人のメンバーに賞を選出した。煽りを受けて、 戦外となったアシュリー・コールは代表引退を決断した。代表で賞はレイトン・ウェインズに次いで2番手の選手であり、出場機会は最終戦のコスタリカ代表戦の1試合に終わったが、今回のワールドカップの試合に出場した選手の中では最年少であった。オフェンス意識の高い左サイドバックの選手である賞は、スピードと判断力、ディフェンス能力を高く評価されており、 同じサウサンプトンユース出身のガレスベールと比較されている。元イングランド代表で FA のディレクターを務めるトレバー・ブルッキングは、ショーについて技術的に優れた能力を有していると評している。ありがとうございます。